どうも、トヨです。今回もやっていきましょう。今回ですね、建築家相関図というものを紹介していきたいと思います。まあ、これはですね、卒業設計を1年やってみて知れたことなんですけど、建築家って師弟関係とか、大学の教授の関係によって、その関係図を持っているっていうことが分かったんですね。まあ、今まで近代に入るまでは、結構ね、建築の様式っていうものが存在して、それぞれでこう、時代ごとに建築の様式を伝えることができたんですけど、そのね、近代あたりからこう分岐していって、それをね、全体性をね、見ることがすごく難しくなっていったんですけど、まあ、その部分をですね、どういう師弟関係によって建築のものを受け継がれていっているのかっていうものが一つのね、グラフになってそれが紹介されてたのが去年のカーサーの方で取り上げられていたので、今回はその部分をですね、動画でちょっと紹介していきたいなと思います。はい、まず分類ですね。分類は大きく分けて3つ分類されます。まず1つ目が師弟関係の派閥、2つ目が大学関係の派閥、そして最後が単体で独立している派閥になります。まず1つ目の師弟関係の派閥からですね。1つ目がコルビュジエ派です。まあ、非常に有名な建築家ですよね。でここからまあ日本でどうやって、派生していったのかっていうと、まず最初に前川邦夫とか吉坂隆正とか坂倉純三とかっていう、まあ、著名な建築家がいて、ここからさらにどんどん派生していくんですね。非常に強力なのがこの前川邦夫っていう人から、丹下健三っていう人にどんどん行くんですけど、まあ、ここのラインが非常に強くなってます。丹下健三から次は磯崎新に行って、磯崎新がさらに青木淳とどん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 受け継がれていくんですね。ここでやっぱりね、ル・コルビュジエのモダニズムの白い箱とかからこうイメージするモダニズムと、まあ、磯崎新の破片での、ポストモダンっていうものがあって、でその先にある、青木淳の、まあ、建築、抽象的な建築というものがもう非常に一つの流れとして見やすくなっている。やっぱり、その建築の関係で見ると非常に作品の流れっていうのはよくわかるなと思います。次2人目、村野東吾派ですね。この派閥はざっくりとデザイン最強集団といった感じですね。まず村野東吾から、菊竹清則っていう人がいてます。まあ、川方形という、まあ、建築の手法の一つ提示した人ですね。前の動画の方でも、まあ、本を紹介したと思います。そこからさらに派生するのは伊藤豊洋ですね。この人も、まあ、今では非常に有名な建築家になってますね。あと他には、まあ、内藤博さんっていうものも、まあ、そこからどんどん派生しています。で伊藤豊洋からさらに行くと、瀬島和代っていう、まあ、女性の建築家に行くんです。瀬島和代以外にもあとは平田明久とか、あとは、ね、芸大の山中秀幸とか、あとは横溝誠っていう、まあ、名だたる建築家っていう人が今、まあ、教習人として、活躍している人たちが、まあ、この伊藤豊洋からどんどんこう生まれていったって感じですね。表現力に富んだ、作品が多くて、まあ、繊細さとこうなんだろう、全体のダイナミックさ、非常にどちらもバランスよく持った作品を多く輩出しているような人たちっていう印象があります。学生の中でこういう作品が非常に注目されて、まあ、コンペとかになるとやっぱりこういう人たちが作品の審査員としているので、まあ、ここら辺を注目しながら作品作ると、まあ、よりねいい提案っていうものがどんどん生まれるかなと思います。はい、次2つ目の大学派閥ですね。大学派閥2つあります。1つ目が、清家清志派ですね。主にこれはですね、東工大を、まあ、最初の一つの拠点として、まあ、いろんな建築家をどんどん輩出するような場所になってます。清家清志から始まって、次に篠原和夫っていう人ができるんですね。でそこからさらに坂本一成っていう人が出てきて、で、そのさらに行くとアトリエ1で今東工大の先生やってるような、塚本さんだったり、あとは西澤太也っていう人が出てきますね。あとは長谷川豪なども、まあ、ここからどんどん生まれていくんですね。まあ、この人の派閥から見ると、まあ、全体的に言えるのは住宅などの小さなボリュームに対して細やかな操作っていうものが非常に得意な集団になってます。なんだろう、日常生活の中での美学っていうものを追求していて、つましくも美しいようなこうわびさびを持った建築っていうものが、まあ、この作品のこの人たちの特徴っていう感じです。はい、次いきます。最後、原宏社です。まあ、これ僕が大好きなこの派閥ですね。まあ、非常に好きな世界観ですよね。っていうのも、まあ、ザ・旅人っていう人たちの集団になってます。どういう人がいるかというと、原宏氏から多く 3、4人ぐらいここにいるんですけど、山本理系だったり、熊健吾、あとはシーラカンスの、小島さんだったりっていう、ここら辺の、まあ、3人、強力な3人がいて、まあね、主にこの人たちは、まあ、東京大学を、まあ、拠点にして集落の調査っていうものがあって、まあ、そこからね得られた情報だったりデザインエッセンスっていうものを、まあ、各々がね、それを扱ってどんどん建築を作ってるって感じです。まあ、新しさを持ちながらもみんなに愛されるようなコミュニティスペースっていうものをどんどん作っているっていう
そういうデザイン集団って感じですね。奇抜で斬新っていうものが、まあ、この人たちの非常に、持っている特徴かなと思います。はい、まあ、そんな感じでですね、他にはですね、単独の派閥としては、まあ、安藤忠雄とか、まあ、この独立するまで独学でやったような人ですし、まあ、他には藤本壮介とか、長坂城とか田根剛とかっていう、まあ、いろんな名だたる建築家の人もいます。まあ、海外からね、日本にこう逆輸入できたような人もいますし、うん、独立して、まあ、個人で成り上がっていったような人も、まあ、たくさんいます。まあね、非常にね、そのような人たちもあるこう中でこう結構ね取り上げられるのがこの4つの派閥かなと思います。まあね、自分がやりたいようなデザインっていうものがあった時に、まあ、そこのね派閥の中からこうどんどん辿っていけば自分が欲しいデザインっていうものに巡り合えると思うので、まあ、そういう部分をね注目しながら検索とかかけるといいかなと思います。よかったらぜひ活用してみてほしいなと思います。はい、こんな感じで今回の、建築家相関図を終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。